父ちゃん、ケツの穴。Dude, that father is dead. 父ちゃんが乗っています。おはよう、葵。いや。寒かったね、今朝はね。うん、今も寒いよ。今も寒い？おはようございます。今日は、美幌峠というところに泊まっていますが、パノラマ景色が見れると、屈斜路湖一望できると聞いてきたのですが、霧です。霧で何も見えやしねえぜ。バケ野郎。すごーい。嘘じゃなかった。屈斜路湖が一望できる。霧がすごいけど、ナーイス。よーし、今日も出発するぞー、ヒビゴー。もう目の前が屈斜路湖だー。見てこれみんな、右側、ヤッホー、ナイスビュー。もっとパキッと晴れんかーい。さあ、この度2000キロを超えました屈斜路湖です。お気づきいただけたでしょうか、車が洗車したのでめっちゃ綺麗です。これはドライブやる気が出てきます。さて、いい観光スポットを見つけたのでやってまいりました。そこは、小鳥さん、ここは何ていうところですか、教えてください。釧路湿原。湿原展望台。はい、その通りです。あそこですね、行ってみましょう。これが展望台。さあ、展望台行ってみましょう。なんと天気悪い。釧路湿原はどっちの方向が湿原？あっちだ。小鳥さん、すごい広いねこれ。なんかどうしたの？痛い痛い痛い。どうして？あなたの先に見えている湿原は湿原してないかい？北海道白糠町小糸海岸。波はこんな感じ。Check it out!アウトのあの辺りでいい感じに、ちょっとねとろい感じがしますが、かなりゲットハードなコンディションとなっております。多分ね、台風のうねりの影響だと思うんだよね。妻が止めます。だってほら、そういうことよね。入れない、ショック。ここは潔く諦めてランチにしましょう。どうしましょう。あお、昼飯にしようぜ。作戦会議しよう、もう一回。こんなハードな海怖くて入れねえよ。ショック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 。小糸いかん、道の駅白糠小糸い。葵のランチ、じゃじゃん、スパカツ。やったぜ葵、食っていいぞ、がっつり。じゃん、小鳥はカツカレー。私のオーダーはここの名物ブー丼。これはなんと中にうなぎが隠されているのだ。いただきます。入れ物がない。なんと、ご飯の下から、うなぎがこんにちは、隠れてました。海入れなかったよ。先へ進むぞ。ヒビゴー。あー、ほら、あそこも割れてる。もうね、このビーチいろんなとこでブレイクするって書いてあった。ほら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 、ここ乗れる。ここ乗れるね。
たまにネットに出てきます。波ありますビーチです。サシウシっていうところらしいですね。あ、入ってる、入ってる人いる、一人。パワー付きです。蝶でつけたらしいです。親切。蝶がつけてくれたそうです。今のポイント、ローカルの人たちとちょっとね、おしゃべりもできて楽しかったです。一ついいことを聞きました。スリーさん、オホーツクのローカルはめちゃめちゃ厳しいらしいです。さあ、トカチに入りました。トカチ川を越えて、トカチヘイヤー、ヘイヘイヤーヘイ。トカチヘイヤー、マジすっげー広い。うふー、めっちゃ広い。ドゥンドゥン、ドゥルルン、ドゥン、ドゥルルン、ドゥン、ドゥルルン、ドゥン。わんなんない、はい、つかんな。なんだこれ。トカチだべさ、トカチだべさ、したっけ。学べてに来ました。そう、ここはこれです。入園料は大人800円、子供200円、激安。あれ、入って速攻でありました、天陽の馬小屋。山田天陽の馬小屋です。ちょっとどいで、ちょっとどいで、ちょっとどいで、取らして。ああ、中までは見えないよね。そう、一個だけ。確かにこっちから見たら分かった。天陽ってさ、誰、あのイケメンのさ、馬の絵描く男の子いたじゃん。さあ、学べ庭園入ってみました。何なのここは。あるお金持ちのめちゃめちゃ手をかけた庭ってことだよね。めっちゃ金持ちの家の庭をさらに金取って開放するから、おめえら見てもいいぞってことね、これ。なるほど、すごいよ、これ。学べ庭園、ね、めっちゃいる。ヨーロッパ庭園です。うわぁ、すごい、すっげぇ、すごいね、青、木の上に家作れるね、これだったら。ね、見て見て。すごいね、これ。続きまして、天陽の家、来ました。すげえな、かやぶき屋根。見てこの床屋、現役だよ、現役だよこの床屋。宮田さん、右半分崩れちゃってますけど大丈夫ですか。帯広市内に入ってきました。今回僕たちのロードトリップの中で最も大都会じゃないですかね。今一番これから。どこに？本当だ。なんかね、街のスピーカーからね、ルールールールって。そんな街に来ましたけども、僕たちの旅はかなり大移動の旅ですから、いつもね、一日の中で
すごい景色が変わるのね。北海道はめちゃくちゃ広いから気をつけろ。はい、小鳥さん、はい、お風呂です。何温泉か教えてください。昨日温泉。はい、その通りです。昨日温泉、ジャカジャカジャンジャンジャン、この建物いい温泉だそうです。楽しみですね。もう疲れた俺、ドライブばっかりで。いい風呂だった、めっちゃいいお湯だった、めっちゃいいお湯だった。昨日温泉、ここめっちゃいいお湯でしたね。皆さん、ヤッホー。さあ皆さん、今日はこっから一気に高速道路に乗ってピューッと千歳まで行っちゃおうと思います。千歳はもうね、大都市です。この限りなく続いた田舎の旅もここから都市部へと向かってまいります。どうして誰も俺の話を聞いてないんだ、大事な話を。バカで野郎。今6時スタートしまして、2時間かけて千歳行こうと思います。 Alright? さて、音更帯広、久しぶりに高速道路に乗ります。一気にこっから千歳へ向かいましょう。 Here we go。 いや、目の前に見える山はトマム山です。新得町に入りました。さあ、南富良野に戻ってきました。いやっほー、トマムです。あ、トマム。シムカップ村に入ります。北海道を一周して、私たちの旅はまだ続いています。バイバイトマム、また来るよ。シムカップ来ました、シムカップ。そう、つまりこれで僕たちは北海道をぐるっと一周したことになります。トンネルの中で夕張市に入りました。さあ、高速道路もここまでです。お腹すいた人。はい、はーい、俺も。How much? さて、母ちゃんが求めているコインランドリーは一体どこでしょう。コインランドリー到着しました。さあ、今回も洗濯を是が非でもするらしいです。そうすると帰ってからの手間が格段に違うという。私は従おうと思いますが、すげえめんどくさいです。小鳥さん、私たちは今どこに来ましたか。寿司屋さん。ピリー、回転寿司、ヤッホー。北海道最後の夜は寿司を食う。 Alright? イエーイ、新鮮。さあ、それじゃあ寿司食おうぜ、寿司。イエー、炙りトロ、そして大トロサーモン、トロ尽くしだぜ。美味しいね、小鳥。北海道の寿司ってうめえよな。鮭のあら汁頼んだらこんなすげえのが来た。いっぱい食べましたね、これ。お願いします。はい、どうぞ。美味しかったよ、美味しかったよ、美味しかったよ。お寿司美味しかったよ。ごちそうさまでした。はい、到着です。ここのはずですね。やった、最後の最後は貸し切りじゃないですか。ただいま千歳のある公園にて車中泊の準備が整いまして、子供たちはもう寝てしまったので妻と二人で飲んでいますが、妻はノーメイクなので撮影 NG となりました。今日はこの旅最後の車中泊ナイトです。車中泊はうち5泊目ですね。なかなかね、今回も長い長い旅でしたけども、北海道って本当に広い。とても贅沢なロードトリップを知ってきたんじゃないかと思います。最高でした。明日はカヌーやって、うまくいけば浜厚までサーフィンして、そして船に乗って帰りたいと思います。最後まで安全運転でいきましょう。車中泊ラストナイト、グナイ。Dude, that father is 10 men permed!